はい、では始めていきましょう。テレビ局を襲撃して、そして逃げると。なんかアジトがねボロボロにされたと、かくまってくれるんですね。スコーンたちも早く来なさい。違う、ここの家ですね。町に変化があったら教えてあげるから、それまでここで休んでな。ありがとう、狩猟。彼女は森の狐の狩猟よ。この町じゃ大抵の人がレジスタンス組織のメンバーなの。本当に活動している組織は私たちぐらいだけどね。狩猟ね。お世話になろう。わかんない。そうだね、サイファー何しに来たの。そうだね、私たち森のフクロウのために来てくれたんだと思う。私いろいろ相談してたから。だからあいつのことはあんまり悪く言わないでね。この家の者はいないのか。なんだよ、うるさいね。うちには小さい子がいるんだ。乱暴な真似はよしとくれ。いいかいね。はい、大丈夫な？母さんには昔、兵士と腕と料理と美貌で倒したという3つの伝説が残っているらしいから。さあ、そうだね。美貌はちょっとね。セルフィー。セルがへこんでんだよね。ティンバーに派遣されたのがスコールたち3人だけだと聞いて怒ってたわ。ガルバディア全軍と戦うことになるかもしれないんだぞ。それなのに派遣されたのは新人シード3人だけかよ。クソ、俺がティンバーへ行ってやる。まさか本気だと思わなかった。あいつはいつでも本気だろ。それくらいわかるよな。サイファーどうなるのかしら。もう殺されてる可能性もあるな。そんなにあっさり言わないでよ。なんかあいつかわいそう。かわいそう。サイファー怒り出すな。考え、何がおかしいのよ。ひどい人ね。どうしてサイファーは死んでるかもって思うの。それはガルバディア大統領と魔女は手を組んだ。その大統領サイファーを襲った。魔女にとってもサイファーは敵だ。だからサイファーがあの後始末されたとしても不思議じゃない。そうだとしても来ててほしいと思うよ。思えばいいさ。現実はそれほど優しくないんだ。思い通りになんかならないよな。だから期待しなければどんなことでも受け入れられる。傷が浅くて済む。まああんたが 何を望んでも俺には関係ないけどな。ちょっと笑いが当時の自分にそっくりな考えで笑いが出ちまった。優しくない。優しくないというかさ、優しくないんじゃないんだよ。優しいから傷つけ。俺も傷つけたくない。傷つけたくないし、相手も
かなくて済むだろう的な、そんな感じなんだよ。あ、町出れんの、本質をさ、最近は言葉狩りが多いからさ、捉えてくれる、捉えてもらえるというのはすごい大事なことだと思うんだ。物事の言葉尻だけ掴んで批判とか、まあしょうがないんだろうけど、いろいろあるからね。街に出よう、街に出よう、街を出よう、街を出よう。どこか心当たりがあるのか。ガーデン関係者心得第8条7項8-7、所属ガーデンに帰還不能等の緊急時、ガーデン関係者は速やかに最寄りガーデンに連絡すべし。最寄りのガーデン、デリーグ、ここからならガルバディアガーデンね。あ、ここの駅から列車出てるよ。学園東って駅まで行くの。駅の西にある森を越えてガルバディアガーデンへ向かうのよ。何度か行ったことがあるから大丈夫よ。うん、そういうことだ。ティンバを離脱してガルバディアガーデンへ向かう。バトルパーティーが。じゃあちょっとキスティス先生を入れましょう。うん、なんかくれんの。ポーション、ペニオ、金の針、トッケシ、万能力、ありがとう。ないな。あっと、ガーディホス、あお、スコール、ん？誰？ゾーン。学園東行き列車に乗るんだろ。でもバスは手に入らないぞ。失敗。無理やりにでも乗り込むさ。そんなことしなくていい。騒ぎを起こすな。へへん、ゲットしたいんだぞ、みんなのパス。ほらこれだ。シードは3枚だな。班長に渡すよ。で、最後の1枚は俺の。いいやつだな。受け取れないのはあなたのパスでしょ。いいやつだな。ちゃんと生きてないとダメだからね。一緒にティンバー独立させるんだから。飼ってるってベンチにでも隠れてるさ。早く行けよ。まっすぐだね。回っちゃったらあれだもんね。テレビ局だもんね。あれ、まあいいや。とって不思議よね。誰に教わったわけでもないのになんで恋をするんだろう。誰が言ったの。ああ、この奥側の子か。飲み物、うん、そこの蛇口から好きなだけ飲むがいい。なに、水じゃからな。遠慮せんでいいんじゃん。この部屋しかないのこれ。この一部屋しかないのか。ちょっと水飲むか。水
飲めない。飲めないですね。ん？恋をする、それは聞いた。人って不思議よね。誰に教わったわけでもないのに、なんで人を傷つけるんだろうね。辛い時やは優しいと曲を聴くと泣きそうになっちゃうよね。そうだね。お姉ちゃんかわいそうに振られたの。今年で15人目なの。ちょっと数打ちすぎじゃないですか。恋に恋をしすぎではないんですか。こっちには最終列車。水飲めなかったな。で、丸ボタン連発したんだけどな。乗ろう。確認しておくが、学園東で降りて町の西にある森を越える。その先がガルバディアガーデンね。直角の方向転換して直角のりを、学園東だね。雲はね、なんとか開けてなる。開けろ、開けて。逆らわない方がいいな。いいな。そうだね。ゼルがずっとへこんでるね。参ったぜ。ちょっと、二人して喋る。大したことじゃない。なんとかなったな。ゾーンさんのおかげだわ。ちゃんとお礼をしなくちゃ。ゾーンはね、ちい写真が大好きよ。撮りましたね。あそこで、なんだっけ、ティンマニの本社でいいのかな、ね。隣の彼女っていうのをね、隣の彼女というのを撮りましたんでね、今度会った時に渡しましょう。ゴムはね、言っちゃいけないこと言っちゃったからね。ガーデンの人間だってバラしちゃったからね。しょうがないよな。ここで降りるんですね。はい。で、森ですね。
あ、ガルバディアガーデンはもうすぐよ。今更だけどさ、何？ガルバディア政府から良くない連絡入ってるかもよ。いきなり捕まっちゃって世界に放送されちゃったりして。そん時はそん時でいいだろ。早く行こうぜ。俺バラムガーデンの様子が知りたいんだ。ガーデンに何かあったら俺のせいだ。みんながガーデンから来たことを言っちまったのは俺だから。なあ、あの大統領ガーデンに報復するかな。まあ、するだろうな。かくんだよな。でもよ、バラムガーデンにはシードも大勢いるよな。いるもんな。ガルバディア軍に負けたりしないよな。ガルバディア軍の戦力によるだろう。そうだけどよ。素晴らしいリーダーね。いつでも冷静な判断で仲間の希望を否定して楽しい。また絡むつもりか。ゼルはあなたの言葉が欲しいのよ。そんなところだろうな。大丈夫だとか頑張れとかそういう言葉があればゼルだって。そんなのは気休めだろ。そう思ってるのは俺だけか。いや、サイファーだってそういう言葉が仲間の元気や勇気になるんだから、他人に何とかしてもらおうっていうのが甘いんじゃないのか。それくらいわからない。うるさいな。ねえ、スコール。来た来た。この感覚は。強烈な眠気が。ね、あっちの世界に来ました。キロス、ここでいいのか。間違いない。この間みたいに全然違う場所を偵察するのはかなわねえぜ。悪い、間違った。現場はここじゃねえ。またかい。ここで正解だ。行くぞ隊長さん。地図間違っちまった。うわ、にか嫌な予感がするな。気のせいか。気のせい、気のせいと。ちゃんと装備を確認したか。じゃあ一応仕事だしな。チートばかし様子を 見に行ってみっか。装備大丈夫？大丈夫じゃない。あ、魔法。あ、ちょっと、あ、そっか。ちょっと何かも、なんかつけれる。つけれる魔法はないか。いや、そんなに大丈夫だ。大丈夫だしな。いいですね。で、道どこ。このイベやると長くなるな。で、道を覚えていない。でもよ、なんか変なところだよな。このでっかい岩の塊は一体なんだ。ただの自然の岩じゃねえのか。絞りって書いてある。ん？絞りだよ。岩国かな。わかんない。絞りかな。宝石でも作ってんのか。さあ、変といえばさっきからなんでそんな奇妙な走り方をしているんだ。変とはなんだ。変とは警戒しながら進むのが気を。エスタ兵発見だぜ。
相変わらず洒落た軍服だね。洒落てるね。ちょっといっぱい来てるよ。なんやかんやするんですよね、今回の夢もね。なんとなくすら覚えてるけど。警察だったよな、確か今回の任務は。なんでこんなことになるんだ。俺だって聞いてねえよ。ちょっと待って、ダチョウ倶楽部っぽくなってきてるよ、この3人。ラグナは肥後さんだよね。ウォントはキロちゃん、キロスがネイチャーさん、ネイチャー寺門さんですか、セーブポイントないの。ここってスタヘルしか出ないのかな。いやそんなことないの。なんか出ますよね。降りれるとこあるよね。あれ道は合ってるのかい。あ、これあれだね、あのなんかするんだよね、覚えてないがどの順番、なんかの順番で何かするんですよね。全く覚えてないですね。セーブポイント探してるんだけどな。あとそうですね、まあちょうど今のセーブポイントしかも探すやることはこの動画ではないので、まあ言っておくと、なるべくそうですね、あの FF8 同盟を組んでいる方からですね、ガードバトルをちょっと積極的にやっていこうかなということに、その人との話の中で、まあ、カードバトルをちょっとやっていこうと。で、あの、まあ、ルール、カードバトルルール、あの各地にあるじゃないですか。それをぐっちゃぐちゃにしても、勝ち勝負をしてやろうかなと思います。で、なるべくレアカードは狙いながらやっていこうかなと。だから、なんかルールいろいろありましたよね。セイムとかプラスとかああいうのをガンガン取り入れてもガンガンやってしまおうかなと
そう思います、うん、セーブポイントどこ、セーブポイントどこですか、逃げる、うん、そうなんですね、ちょっと待って、ダメ、まず触っちゃダメ、これ次にやるな、次にやるんだから、やめろやめろ、ラグな、触るな、今触るな、やっぱやめるんだ、やめるって言ってるだろう、あれちょっと待って、あのこの辺のやつはあの次のパートでやります、ちょっと逃げるから、うん、女性スタヘしか出ないんですね、うん、そうですね、カード持っているキャラはなんとなく覚えてはいます、なんとなくだけど、だいたいこのキャラこれ持ってなかったっけぐらいな感じですけどね、なんとなくは覚えてます、で取れなかった場合の救済のキャラもいた気がします、その辺もなんとなく覚えてます、なんでまあもうすごい、あーあったあった、まあカードバトルをするパートも多分あると思いますしね、まあその辺はおいおいですけどね、うん、よし、ということで今回はここで終了とさせていただきます、ご視聴ありがとうございました。